はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、これ、12月30日のね、令和元年のね、お昼なんですけど、まあ、11時半ぐらいか、12時前ですね。さあね、名古屋の方にね、ターミナルのやつの最後の撮影で南部屋に行こうと思ったんですけど、まあ、見事にそこに名古屋駅も止まってて、もう出発するみたいなんですよね。とてもじゃないけど、ここから準備とか間に合わないので、まあ、せっかくなんでね、ちょっとこの辺り見ながら、準備していこうと思います。まあ多分次20分ぐらいしたら来るのかな、次の列車が。今日はここ止めてますけど、ね、塩浜の駅前でね。ここ面白いですね。屋根付きのところもあるんですね。あんまりちょっと何ばたことしたらあれですからですけど。屋根付きってあるんですね。まあ、特に今日なんか雨なんでね。なるほどなって。そう、なかなか雨の日の撮影難しいんですよね。私ね、普段全然傘を差さないんですよ。多分ね、これカメラがなかったらこれぐらいの雨やったら私傘差さないんですよ。ですけどね、さすがにカメラがあるとね、濡れちゃいますね。カメラ濡らすわけにいきませんからね、差すんですけど、そうすると片手が塞がりますからね、結構いろいろとやりにくいなというところはありますけど、まあこればっかしは仕方ありません。まあ、あと鉄道の場合は乗ってしまえばもう、ね、いいですからね。で、まあ多分傘をまた忘れてきそうですけど、私よう傘忘れますね。じゃあね、とりあえずね、名古屋駅行ってバシッとね撮ってきましょう。校内は昨日撮りました。前回ね、そう、あれね、週末フリーキック買った駅ね、改めてここから乗ろうと思います。時刻の12時6分までかかるらしいんで、ちょっと時間に余裕ありますんで、15分ありますからね、今のうちにね、今回の工程をもう一回念のためにお伝えしておきましょうか。おととい、朝の5時半に、近鉄を受けて、朝の5時半に出ました。で、まあ、それでずーっと行って、一番最初はその前に、ここで買ってますよね。24日に、塩浜まで買って、切符を買いに来てますけど。で、シアとかに行った。シアとかで乗り換える電車ね、普通列車に乗って、乗り換えて、石中川に行った。で、石中川から、そこから、まず、宇治山田行ったか。宇治山田に行って、宇治山田のところを取ってね、でそこからそのままずっと鳥羽の JR のね、ターミナルを移して、で、賢島に行き、賢島から特急に乗って、ストーンと、大和八木に行って、大和八木で乗り換えて、橿原神宮に行って、橿原神宮に、ね、一応、標準機のターミナルということでね、端っこを移して、まあ、端っこないですけど、で、そこから、吉野に行き、吉野のターミナルを移して、なんかロープウェイに乗って、なんか農天大臣でしたっけね、あそこの階段ね、440段、片道440段を、降りてきて、上り下りしてきて、で、もう一回ぐーっと戻って、今度は尺度に行き、特急で行きましたよね、尺度に行き、尺度から、五瀬線に乗り換えて、五瀬を見て、ね、五瀬の近鉄と JR の間をね、ふらふらと歩き、商店の方を見て、で、そこからまた戻ってきて、古市に行き、古市から、そのまま乗り換えて、今度、川手中野に行って、中を、ブライトして、でなんかいろいろ唐揚げとかね、あとマグロ屋さんのマグロ専門店でなんかアナゴを買いましたよね。アナゴとなぜかとんかつを弁当で戻ってきて、で道明寺に行き、で道明寺から柏原から歩いて片下でしたか、片下からそのまんま大阪の上本町に行き、で、それぞれね、ターミナルのところを通って、ね、柏原とね、あとあそこ道明寺にもありましたよね、ターミナルになったところがあったと、で、大阪難波に行き、難波からは、こっそり JR を使って天王寺に行って、天王寺の隣を通り、すぐ近く阿倍野橋に行って芦辺橋を通り、でそこからまたずーとーんとずーっと通って、もう一回橿原神宮前に行って、そこから、普通電車に乗り換えて、笠縫いに行き、笠縫いの近くの満喫に泊まり、で、翌日そこから俵本までポッと一駅移動して、西俵本のターミナルを取って、そこからちゃんと取れてないけどね、あそこすぐ飛び乗ってましたね、
で新王子に行き、新王子から王子の間をくるぐると散歩して、でそこからストーンと行って生駒に行き、で生駒からと先にどっちや、通り前かケーブル乗りましたね。先にとケーブルに乗って、ケーブルでね上に乗り、これねこれ一緒の風になってますけど、宝山寺から別のケーブルに乗り換えるんですね。そしたらね、でそれで生駒山城まで行き、生駒山城でね絶景撮り映しましたね。で、それを見て、あの生駒山城遊園地でしまった生駒山城遊園地、相当エモい感じでしたけどね。でそこからまた戻ってきて生駒に戻り、そこから次は学研なら富ヶ丘、学研としてね乗り換えて楽器なら富ヶ丘に行き、そこからも普通に折り返して、なんかおしゃれな街でしたね。なんかおしゃれな街でした。で生駒に戻り、で生駒から、長田の方に向かってね、まあ、ここは地下鉄の駅みたいになってましたね。でこっから次にどうしたんやっけ、長田から、あそうか、そのまま大阪地下鉄で一つ隣まで行き、高田でしたっけね。で、そこからJR の東大阪線に乗って、次に行ったらここか、春徳道、春徳道まで行き、春徳道から普通列車に乗り換えて河内山本に行き、河内山本からまた乗り換えて、市議山口、ね、に行ってターミナルを取って、そこからまたケーブルカーでしたっけ、ケーブルカーでしたね、に乗って高安山まで登り、で高安山をして、でまた戻ってきて、次山口からもずっと戻ってきて、河内山本から、今度は南の方ストーンと降りて、もう再サイドか、八木に行き、で、八木から次、これ、平畑に来て、平畑から天理行き、天理のターミナルを見て、でまた戻ってきて、そのまんま京都駅急行か、でストーンとこっから京都に行き、この辺りからだんだんグラグラになり始めて、京都からも特急使ってそのまま奈良に戻り、ね、で、奈良の町で天下食べたりね、まあ、いろいろと見てまいりました。すごい人でしたね、奈良も。京都もすごい人でしたけど、当たり前って当たり前ですか。で、ね、で奈良から、特急で行くかなと思ったけど、うまいこと特急もなかったから、とりあえず山口西大寺に行き、特急に乗れず、で結局そこから急行などを乗り継いで、快速急行とかとかで、大和焼きから快速急行とかとスーッそのまんま伊勢中川まで戻ったのか。でそこから、まあ普通列車などを乗り継いで江戸橋やら行って、江戸橋から急行に乗ったんでしたっけ、で白子まで行き、その伊勢若松まで行き、伊勢若松から乗り換えて平田町を取って、もう早々に切り替えて、切り返してそのまま切り返して伊勢若松からまた、四日市まで戻り、そこから、終電ね、これは終電じゃないか、四日市から湯山温泉まで行って、そのまま折り返しの終電の湯山温泉発熱で四日市に帰ってくると。改めてこう全部、まあ、端っこの駅は全部行こうって言ってるんですから当たり前ですけど、今のところこの四日市から北と、これね西大寺から、奈良線の西大寺から、伏せの間か、ここ以外は全部通ったんですね。もうそう考えると相当な、ほぼほぼ全線制覇に近いような形ですけど、まあ、今回は全線制覇よりもね、ターミナル落とす方が目的ですからね。無事通れません、ね、3日目もちゃんと通れました。よかったよかった。こんなことやってるから3日目は通したらあるって言われたらどうしようかと思いましたけど、よかったです。ちゃんとこんな私でも3日目使わせてもらいました。塩浜駅も構内にこうよく変わるんですね。パンの自販機だったんですけど、販売終了してたんですね。残念ですね。消火の駅は、何の音？
何でしょう、名古屋駅と松阪駅急行が出発する号砲でしょうか。いや違いますね、多分お昼、ちょうどお昼の12時なんで、お昼のサイレンなのかな。ちなみにね、ここはね、町屋の間もね、何せこの、ね、研修車庫がありますからね、ここよくね、近鉄もね、鉄道祭りなんかでもね、使われますよね。結構、補線のね、電車ね、とか、いろんな車両が置いてあるんですよね。あそこにもそうですね、補線用の車両でしょうね、とか、がいますんで、比較的、てっちゃんなら、ふらっと見とったら楽しいと思います。何が面白いところでね、近鉄のね、横にはね、貨物のターミナルがあるってことですよね。あの、蒲田駅のね、これ JR ですかね、こっちから先は。まあ、あの、今はね、あの、線路の幅が違うんでね、なんでこんなところにってなりますけど、昔はこれ、線路の幅が一緒だったんですよね、名古屋線は。凶器を使ってましたから。その流れらしいですね。で、まあ、ここから先、まあ、あとはね、あの、この国、もう、ドカンとそびえるね、コンビナートありますから。そちらの方に、この石油のやつはそうですね、特に、運んでいくやつと、まあ、ここには来ないですけど、白浜には来ないですけど、千歳の方にはね、あれね、あの、セメント、ね、藤原のセメント工場のね、関連の、やつが、来ますんで、あっちの方には、そのね、セメント用のコキでしたっけ、ね、が来ますね。これは何ですか、滝やったかな。4番乗り場に名古屋行き急行、ね、名古屋行きの急行が6両編成で参ります。もう来ましたね。危険ですから黄色い線までお下がりください。当たり急行ですね。これね、座れると本当楽ですからね。名古屋駅に着きましたけど、やっぱすごい人ですね。あんな、あんまないな、タバ行きで運用なんかあるんですね。まあでもこうやって改めて来ると名古屋駅も広いですよね。これね、今回の目的ね、はい、来ました。ターミナル。はい、ターミナルってことでね。今回これで5つ、見てきましたね。ということは、これでとりあえず近鉄のターミナルの全制覇と、いうことですね。ちなみに、思ったよりも多いな。ちなみに、ね、この場合は、逆ですよね。京都はこっち側が、なんて言ったらいいのかな、こっち側が特急専用になっとって、ずーっと行って、こっち側が一番端っこが普通列車の専用ですけど、逆でね、こっちの右手の方からね、この橋のところからね、向かって右手の方から、特急、ここ特急で急行、奥が準急普通と。これも面白いですね。奈良はどっちやったっけ。奈良もそうですよね。左手の方が、あの、特急でしたよね。意外とそんな違いがあるんですね。他は上本町はどうやったっけ。上本町は、まあ、ほぼほぼ上に特急は来ないですけどね。で、ここからね、そのままね、新幹線とかで乗ってきますからね。まあ、大抵名古屋の友達と待ち合わせするんでね、外に出るんですけどね。あちらに出てる。そうですね。とりあえず、ここね、降車口の方がとりあえず落ち着けるんで、まあ、ひとまずね、これでね、これでね、とりあえずこの動画で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。